じゃあそこに輪になって並んで。何なんだよリム。黙って手をつないで。つないだぞ。本当は私が触れるか、私に触れているだけで戻せるんだけど、こんな風につながっていれば一度で済むわ。記憶とは違う展開を見せる世界に苦戦する麦わらの一味。それでも仲間との絆を力に変え、クロコダイルを打ち倒した。そして島に戻った彼らの前に新たなる巨像が立ちふさがる。辞書、砂人の遺構と風の巨像。もう死んでもいい。うるせえ。リム、別に心配いらないわ。もう戻ってきたのか。まだ半日も経ってないじゃねえか。その様子だとうまくいったみたい。半日だと。メモリアと現実の世界では時間。さて、俺からも朗報がある。でかいキューブを持っているはずの巨像の居場所を見つけたぜ。準備ができたら出発しよう。声をかけてくれ。なんだこれ、変な顔してるぞ。何かの装置か。危ねえ装置じゃねえだろうな。チョッパー触るなよ。わかった。この島に昔からある何かの合成機だそうだが、動かすことはできないらしい。動かせないって、壊れてるのか。さあ、俺にはさっぱりだ。直接リムに聞いてみるがいい。そうか。じゃあリムちゃんに聞いてみるか。リムさんはどちらに行かれたのですかね。私ならここにいるわ。かわいい。これは昔っく合成機。キューブの情報を合成する機械よ。名前はムクチー。それでそのムクチーは何を合成すんだ。説明するわ。すげえ技術だが、どういう原理なんだ。さあ、ムクチーは昔からあるけど私にはわからないわ。合成の理屈はこいつを作ったやつにしかわかんねえってことか。それに今は動かすことさえできないわ。アディオのやつもそう言ってたな。この機械は壊れてんのか。使える人がいないの。ムクチーは訓練されて息の合った二人にしか使えないから。
腕が4本あれば一人で使えたかもね。一人なら息を合わす必要もないし。あら、4本あればいいのかしら。任せてちょうだい。少しは強くなれたかしら。あら、よかったじゃない。お、腕が鳴るな。さあ食え。さあ食え。になりそうね。さてと、行くか。アディオは橋の前にいるみたいね。みんな準備はいい？待てアディオ。ん？どうした？巨像の居場所、あんた簡単なことだ。場所の目星はついていたんだが、今までは入る鍵がなかったのさ。都合よく鍵が見つかったってのか。どうも話ができすぎてねえか。そうでもねえぜ。イカズチの巨像が落とした赤い玉があったろ。あれこそが鍵だったのさ。納得できたなら行こうか。次の巨像がいる砂人の遺構へ。また巨像と戦わなきゃいけねえのかと思うと気が重いぜ。